フランスメディアによりますとマクロン氏は北京到着後現地のフランス人向けの演説でウクライナ危機においては中国の役割が重要だと述べましたまた経済的に中国と切り離されてはならないと主張していますマクロン大統領は6日に習主席と会談した後、EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長も含めた3者会談を行います その後南部の広東省に移動しますがそこでも習主席と面会する予定です中国側が厚遇する背景にはアメリカとの対立で経済が減速する中経済分野などでフランスとの協力を深め自国に有利な環境を整えたい狙いがあります